半端な結果はいらねえ。レディークラッシュ、食らえたな。まさに敵だ。かかわし燃えろ。左で、うん、やりすぎた。ウィーン、期待に応えるか。ミッションクリア。アメージング、レベルアップ。どのキャラクターで挑戦するんだ。始めるか。半端な結果はいらねえ。レディークラッシュ。譲れないな。てめえが下だ。ざわってんな。てめえが下だ。
り気が違え。もうやったか。僕は踏んでんじゃねえ。いいね。ミッションコンプリート。S ランククリア。グッド。新しいマップが開放されたな。マップに挑戦するメンバーを選択してくれ。難易度が高いマップはメンバーのレベルを上げ3人での挑戦か。メンバーは揃った。よし、行くぞ。ミッションを選択してくれ。どのキャラクターで挑戦するんだ。始めるか。これ可愛くないです。半端な結果はいらねえ。レディークラッシュ。くらえなさい。
どのキャラクターで挑戦するんだ。始めるか。平和の象徴ね。俺はクソ強え。レディークラッシュ。まあセオリーっしょ。回転か。しっかり投げよ。アイテムを使うか。どのキャラクターで挑戦するんだ。始めるか。これ可愛くないです。俺はクソ強え。レディークラッシュ。まあセオリーっしょ。強烈。しゃーれーでぬ一発でするだけです。血だらけ。一発あの強烈逆ね譲るか。何がしてんだ。ごめん待てない。かわいいありがとうございます。からひでかわいい強烈せぬきれいな。カバー。血の香りっていいよね。
んでん返しだ。ミッションフレーム。メインメニューへ戻るか。最適お風呂。このモードはヒーローの活躍を追体験できるぞ。歩道と新幹線の遅くなっちまった。緑屋のやつ、こら、ストーリードリア、こういうのはトトロキ君、なんで君が数秒意味を考え、お前ならいい。トトロキ君、いい友人を持ったじゃん。ヒーロー殺しか。いい目だ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。慌てるな。隙を見せて。だったら、俺このままじゃやべえ。緑が。この調子で肩をつけるぞ。一人。ゾンビがいる。俺の力。凍結。ゾンビがいる。凍結状態。凍結。ゾンビがいる。今行く。レッツゴー。まずは右。あまりない。今行く。まずは右。燃えろ。燃やせ。レッツゴー。まず引き抜けた。大手の熱か。貴様、それが信念か。大手の熱か。いい感じだ。大手か。俺の力。それが縁でねえか。今行く。いい感じだ。縁で。信念か。時代錯誤の原理主義だ。やめてくれ。やめてほしければ、俺がお前なりてえもん。遅くなっちまった。僕は彼らの足元にも及ばない。レッツストーリー。レッツストーリー。
なりてえもんちゃんと見ろ。お前の言う通りだ、ヒーロー殺し。それでもエスプロバースト。二人にこれ以上血を流させるわけにはいい。感化され取り繕おうと。それでも折れるわけ論外。レディークラッシュ。総評が守り思い知るか。熱か論外右。じゃあ俺の力だ。熱か論外だ。まずは右。ヘッ凍結だ。凍結論外だ。凍結だ。俺の力に論外だ。止まれ。燃えろ。論外だ。凍結だ。凍結だ。肩をつけ。論外だ。やめろ。俺の力だ。まずは右。燃やしてみないで。勝ち進むな。まずは右。ここで来て。了解。好きには刺せねえぞ。こりゃ出さねば。貴様。ウィン。時代錯誤の原理主義だ。アメージング。ニューストーリーズ。いけるか。いや。今は。ありがとう。トドロキ君。エスプロ。エクステンド。フォーレ。クリスカル。足が拳があれば、足元にも及ばず。次元から一夜明け、レッツストーリその後、コス警察署長、つらが思わぬ形で始まった路地。緑谷いづく。申し訳ございません。私のお前のことをけなげに、お前とワン・フォー・オールに。ヒーロー殺し、奴の思想は拡散し、感化される人間が必ず現れ、着実に外堀を埋めて。先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、事件オール・フォー・ワン・レッツ・ストーリー。
ホス事件から数日、それは他者から個性を奪い世を思うままとし悪の死。5年前の戦いで私の代でついに奴を。ワン・フォー・オールはいわば酷な話になるが、オールマイトの頼み。ありがとう。彼は決意を語る。オール・フォー・ワン、奴が再び動き出した。職場体験ヤオモ、もうすぐ期末テスト。ヤオモモとテスト勉強して職場体験も終わり、通常授業の日々が戻ってきた。レッツストーリー。体験も終わり、その内容は、うちは B チーム。ジロ、俺らお前らとだ。負け任された。ジャミングウェイになんて、ま、カルよい勝負をしましょう。わってるよ。この距離なら切り抜ける。カバー、まだ終われねえ。まっすぐ、万が一カバー、よかった。構えます。突撃、食らいなさい。切り抜け、対戦。まだ坂は広がりなせる。最後まで諦めず、はい、陣地を尽くします。セアン、マトリョーシカですわ。は万全です。アメイジング。さすがよき次郎さん。くそ、職場体験も終わり、通常授業の日々が。ヤオモモと、ヤオモモとテスト勉強していたうちだ。レッツストーリ
期末テストも近づいてきたある日、俺は学校で爆豪にテスト勉強を教えてもらっていたが、文字通り教え殺されそうになっていた。だからここはこの公式使うって言ってんだろ、殺すぞクソが。わかったって、ちょっと勘違いしてただけだ。おっす、やってんなお二人さん。そうだ、今から八百桃たちと練習試験の対策すんだ、一緒にやらね。うん、練習試験の対策だ。ロボはさすがの八百桃でも作れないけどさ。おもっすげえ。いやー、ミニオンだ。すっげーブレー、テンション上げていくよ。レディークラッシュ。この作戦なら下がるだけだ。やばいられねえ。おっ、逃げた逃げた、通信か。やばいられねえ。おい、やめろ。八百桃とテスト勉強していたうちたちは休憩。もうすぐ来る。ストーリー。夏休みも近づいたこの日、林間合宿、演習試験の内容、そして演習試験当日発表された内容。ペアの組と対戦する教師はで、相手は私がする。かっちゃんと言う。もうすぐ期末テスト。演習試験が始まりました。コスチュームやアクセサリーの変更でどっかわいくカスタマイズしてみましょう。変更したいベイビーを選ぶのです。
投入しました。よし、来た。いい感じです。
件を満たしていないみたいですね。トレーニングか。オフラ。オフラインで対戦することができるよ。コントローラーを有効にすると、友達と対戦ができキャラクターを選んでね。コントローラーを有効にすると、友達と対戦ができるよ。キャラクターを選んでね。隙は見せねえ。じゃあ遊ぼう。これか。プリセット機能を使おう。期待に応えてみせる。静粛にしたまっ。はい。ステージを選んでね。レベルの違いを教えてやる。本気で取りに行くよ。ラウンドワン、レディークラッシュ。速攻で行く。さあ、叩く。そこだ。届け。凍結と届け。まずは右。ここだ。まだだ。まずは右。最大出力だ。どけ。まだ。まずは右。凍結と。
この勢いに乗って逃げん届くよ。まだだ。まずは右避けさ、頼んだよ。根こそぎ、俺の力だ。まだだ。火炎で燃やして尽くせ。さあ、来た。こう邪魔すぎず避けないと死ぬぞ。まい、まい、まだだ。燃えよ。まんずはまだだ。頼んだよ。おーたたく俺のつかまだだ。セスキュー凍結最大出力だ。これでまだ動き強くなりたい。期待に応えるか。エクセレント。キャラクターを選んでね。合理性に欠くよ。後戻りはできない。私が俺を使ってみろ。 Oh my goodness! 遊ぼう。ステージを選んで。一芸だけじゃ務まる。漆黒の闇に染まる。ラウンドワン、レディークラッシュ。よし、ナイス。想定するよ。捕らえろ。俺のだよ。バンフルだ。うろちに進んで。鼓膜
困る。カゴの塔を委ねろ。俺の糧に。けっ、安定。オフラインで対戦を行うモードだ。